これはですね、まああの、とあるところのニコイチを散策しているところなんですけども、ちょっとね、このニコイチにですね、よく注目していただきたいんですね。えー、このニコイチについてね、僕はちょっと来たときにですねあの、とある違和感を感じたんですね。これはちょっと普通のニコイチじゃないなと。ちょっとね、これね、最初はちょっと意識して撮ってなかったんだけど、あこのベランダ、注目してください、これ。これ いかにも、ね、空き家っていう感じなんだけどもまずベランダに仕切りがあるでしょ。これまあ集合一応2個なんだけども集合住宅だからこうやって仕切りがあるんです。あのマンションとかねアパートとか住んだ人分かると思うけども、えー、ベランダにそのなんか仕切りがありますよね。で火事なんかの時は避難の時にそこを蹴破って。 え隣の家に避難できるようになってるんだけども一応はなんか仕切りがあってえ別々の部屋っていうふうに分かれてるんですねでそれでまたちょっと別のところを今見てるんですけども、まあ、ま,まだここはあれですね上えー、っとどうですかねここはちょっとね上のベランダに注目していただきたいんですけどもこれはあれですねここもそうですね見た感じ うん、仕切りがありますね。で、周り注目していただくとですね。これ。えー、いかにもこう周り草ぼうぼうで、これも多分空き家ですかね、えー、少なくとも片方は空き家になってるように見えますね。えー、あの仕切りは薄いですね。ってあるけどもまあ、これは普通なんです。あの家事なんかの時に破れるようにわざと薄くしてあるんです。普通の民間のアパートなんかもだいたいそうですね。で、こっちもね。よく。 注意して見ていただければと思うんだけどもこっちはですねなんとですねよく見てくださいよこの上の部分仕切りがないでしょベランダに仕切りがないとでここはあの空き家じゃないんですよね入居者がいるってのが分かりますねでこれでねもうこれ見てねパッと気づいたんですよねこれあこれ仕切り取っ払ってるとあのー ひょっとすると中も改造されてるかもしれない奈良なんか。でも聞いたことがあるんだけども、ニコイチのね。中をこう壁をぶち抜いて、ニコイチをもう文字通り1個1頭にするっていうことがあるんです、ね、奈良なんかで聞いたのはそれ単純にね。やっぱりこのライフスタイルというか、なんか手狭になってしまったんで、周りはね。大きな家が多いのにえ、ニコイチの中は狭いんでそうやって。えー 合体させて貸してるっていうケースがあるんだけどここに関してはですねこれはですねおそらく、えー、違法じゃないですあのね払い下げなんです払い下げ。あのー、まあもう消されてしまった動画なんだけどもね、まあ、こういうのを解説した動画もあったんだけどもその日光市の公営住宅を払い下げする場合って2つに分けるんですよ。真ん中でで切り分けてで 2と2世帯に分けてから払い下げるんですそうしないとつなんか繋がったまんまだけどですねこれ構造的にこれ分けられないでしょこの2個1は。もう見た感じこれをなんか2つにその切断して分けるってこれちょっと物理的に無理そうでしょこの構造からして。まあ、できなくもないのかもしれないけども相当大掛かりな工事になっちゃうからだったら一層のことですねこれを1つに えー、合体させてしまって文字通り1個にしてそして払い下げると。ということをねやってるんじゃないかなっていうふうにね僕はそこで予想したんですよ。でこの時はね僕はあのあの事前の知識とかもなかったんですけどもね。